ハイカラ万歳、ミュージシャンの南部直人です。皆様こんにちは、大人のためのインターネットテレビハイカラ万歳の時間がやってまいりました。ナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊でございます。僕の大好きな夏も終わってしまいまして、もう9月の中旬、間もなくお彼岸ということで、暦の方はもう夏から秋へとバトンタッチという感じでございますが、そんな秋にふさわしい、大変ギターがお上手なこの番組3回目のご出演という方が今回のゲストでございます。皆様ご存知の南部直人さんです。こんにちは。あ、こんにちは。どうもようこそいらっしゃいました。もうこの番組も3回ということでございまして、そうですね、1回目があの青春歌、はい、で2回目がこの崩流の流れということで、はい、であのこの南部さんのファンの方も大変多くてですね、ぜひぜひということで、年に3回か4回出てほしいという意見もいただいておりますので、今日は3回目、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南部さん、僕もあの春にですね、はい、雪村泉さんをゲストにお迎えした横浜館内でのライブにちょっと初めて顔を出させていただいて、ありがとうございました。やっぱりすごかったですね。ありがとうございます。昭和の曲をたくさん歌っていただいて、はいはいはい、そうですね、あの時はね、はい、いや毎回ねコンサートディナーショーやるときに、はい、なんか変わったことをね、はい、いつもと違うことをやっていくんですけども、はい、まあ、この間はねああいった昭和ポップスメドレーとかね、よかったですね結構全部口ずさむことができましたね。まあ、そんなわけで最近のですね南部直人さんの、近況報告も兼ねまして今日はいろいろお話を伺ってまいりたいんですが、はい、地元福井ということで、はい、福井で何か500名のおファンの方が集まったコンサートをやられたということで、はい、5月にですね、福井の県民ホール青さっていうね、はいはいはい、まだ新しいビルがあるんですけども、はい、その中の県民ホールで500名の、はい、まあ、コンサートをね、はい、やりまして、あと地元のミュージシャンの人たちのコラボレーションとかね、もちろんバンドのメンバーついていったんですけども、普段、まあたまに帰った時に向こうのミュージシャンとね、はい、で彼らはみんな自分の店を持ってライブハウスをやってるわけですよ。そうなんですか。はいはいはい、で僕もそういったライブハウスに遊びに行ったりとか、はい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 、一緒に普段ねやってるんで、まあ、気心も知れてるんで、一緒にコラボレーションをやろうよっていうことで、いいですね。まあ、ジャズありね、はいはい、昔のオールディーズ、はい、ベンチャーズありとかね、そんな感じでやりましたね。もうじゃあバックバンドは現地調達って感じでもうありでねありで、ああそうですか。でもこの崩流の流れがもう青春歌を超す、はい、もうなんと7万枚、そうですね、を突破したということでございまして、はい、もうこれ出てから1年経ちますですよね。そうですね1年経ちましたね。長いですね。やっぱヒット曲っていうのは長いんですよね。やっぱり浸透するまでやっぱり時間もかかりますしね。そうですね。まだ私なんかはまだまだペーペーなんでね。いや やっぱりね時間かけて、そうですね、一歩一歩ね、やっぱりこれはふるさとの歌、またお母様のことも思いながら、はい、作った歌でございますから、やっぱり長くかけて、はい、多くの方に浸透させていきたいって感じですよね。自分が歩いてね、歩き回って、それで直接その、歌のファンの方の前で、はい、で演奏して歌って、で僕の全てを知ってもらいながらね、うん、ファンをぐっと増やしていこうと、うん、まあ、そんなこともやってますね。なるほど。さて、まあ、夏が過ぎ去ってしまいましたが、はい、ちょうど8月の23日ですか、はい、永平寺の方でも何かその灯籠流しに、はい、これはね、毎年やっているイベントらしいんですが、はいはい、私は初めてなんですね、はい、大本山、はい、総統宗の大本山永平寺、有名なお寺さんですよね、禅宗でね、はいはい、その永平寺の、まあ、眼下を崩流川が流れてるわけですよ。なるほど、なるほど。それでその大灯籠流しっていう、イベントがありましてね、もう1万個の灯籠、私もねその灯籠に願い事を書いてね、紅白に出れますようにとかね、崩流の流れが大ヒットしますようにとか、はいはいはい、ね、はいはいはい、商売繁盛とかたくさん書きましたね皆さんもご存知だと思いますが、南部さん歌手もやりながら保険のトップセールスでございますんでねそちらの商売も祈願しまして、はい、そう、はい、ね、それで、まあ、その先祖の供養もしまして、はい、灯籠を2つね、はい、流させてもらいました。で永平寺の四号層のお坊さんたちが150人、はいはい、お経をあげるんですよ。あ、
そんなにお坊さんいるんですか、はい、大本山ですか。そうですね、ステージがあって、はい、そこに1万個のね、はい、灯籠がそこに祭壇に飾られて、はい、その前で150人のお坊さんがお経をあげてね、その後灯籠をみんなの力で流すんですけどね、崩れる側に。もうすごいですよ、1万個が流れていく、そのね、もう幻想的な光景が目に浮かびますよね、はいはい、でまた私はそのイベントの中の昼の部でね、はい、30分間、はあ、そんな長くですか、はい、向こうのラジオ放送の生でね、はいはいはい、演奏と歌を。あ、それはもう公開放送のような感じで。そうです、そうです。ああ、はい、そうですか。でも地元のラジオ局でパーソナリティもやられてますんで、はい、かなりそのクイの方には濃いファンの方が多いんじゃないですか。結構浸透してきましたね。それで今回、まあ、その灯籠流しでは、はい、灯籠流しのための組曲、大灯籠流し組曲、くずりの流れっていうのを作りまして、うん、アレンジをして、はい、アレンジをしてもらったのが田中弘樹君という私の友人でね、はい、まあ、シンセサイザー奏者であり、その作曲編曲やってる子なんですけども、彼に僕のイメージを話して、まあ、こういう感じなんですね。最初に、宇宙からのメッセージっていう章があって、それから魂の叫びですね、その灯籠の中にね、はい、入ってる魂をの叫び、はい、ここはもう激しい和太鼓とかでね、激しい、それとその後に祈りですね、お坊さんの祈り、それから、旅立ちなんですよ。その後に旅立ちっていうのは、その灯籠が流れていくて、はい、その情景ですね、はいはい、その後にその九頭竜の流れに入っていくんですね。でその九頭竜の流れもちょっと新しいアレンジで、それに合ったような形でね、これは結構ね評判良くて。なるほど、灯籠流しというとね、私なんか本当もう学生時代だと思うんですが、さだまさしさん、はいはい、グレープですか。そうですね、精霊流しなんて歌を思い出したりしますけど、はい、やはりなんかこう気持ちが現れるというか。そうですね、おじいちゃんだったりおばあちゃんだったり親だったり思い出しますよね。でその天気も良くてね、はい、星が輝いて、はい、その流れのね幻想的な、そのイベントだったんでね、非常に感動しましたね。あ、そうですか、はい、そんなわけでございまして、夏は永平寺の方で大灯籠流しの方にも参加されたという直人さんですが、また一旦ちょっと CM を入れさせていただいて、後半たっぷりとお話を伺いたいと思います。